二王門通り、京都市左京区二王門通りは、京都市左京区の東西の通りの一つ、鴨川東岸に位置し、西は川端通から、東は白川通との交差点から南東に進み三条通りと合流する。三条通りの毛上げ交差点から、東、王子通までは2車線の広い道で三条通りのバイパスとして機能している。琵琶湖疎水を隔てた北には、 岡崎の文化施設の並ぶ一角がある、東大寺通りから川端通までは、西行一方通行の狭い道で、重症混在の通りである、二王門通の名称は、沿道の頂き名字の二王門に由来するという、放映後年3月に起こった火災の後、御社の拡張に伴う寺院及び、丸田町通り北側の町の移転により、鴨川東岸の二王門通を中心に、二条通、 二王門通館と二王門通、孫橋通館に南北の通りが開かれた。新丸田町通、り、編集、川端通から一筋東に位置する南北の通り。北は二王門通から、南は三条通りの一筋北に位置する孫橋通りまで途中交差する通りのない延長300メートル足らずの通りである。ご所各町のため、丸田町通りの沿道住民が移住してきたため、 この名があるという、通り名にちなむ新丸田町一丁により構成される。なお、丸田町通りの延長交差点異性の新機開通区間については、丸田町通りの記事を参照。新富谷町通り、編集新丸田町通りの一筋東に位置する南北の通り。北は二王門通で、日蓮宗本山の頂明名に行き当たり、南は三条通りまで。 大菊町一町により構成される、頂き名字も大菊町に含まれる、新富野小路通り、編集新富屋町通りの一筋東に位置する南北の通り、北は二王門通で新車屋町通りとつながり、南は三条通りの一筋北に位置する孫橋通りまで、富野小路通り丸田町上るに位置した三州寺町が移転して開かれた。 九丁名を引き継ぐ三州寺町一丁により構成される。新流馬場通、編集新富の工事通りの一筋東に位置する南北の通り。北は二王門通で新東道院通りとつながり、南は三条通りを隔てて、花見、正寺通につながる。柳の番場通り丸田町上るに位置した駒。薬師町が移転して開かれた。現在は、 菊保町一丁により構成される、新境町通り、編集新柳の番場通りの一筋東に位置する南北の通り、北は二王門通で、新愛の町通りとつながり、南は三条通りまで、境町通り丸田町上るに位置した駒本町が移転して開かれた。現在は和国町により構成される、新高倉通。 編集審査会町通りの一筋東に位置する南北の通り、北は二王門通から孫橋通りまで、高倉通丸田町上るに位置した、洋蜂寺が移転して開かれた。現在、通りの東側は寺院が並び、住居は主に西側にある新車屋町通り、編集北は二条通りから、南は二王門通に至る南北の通り、二王門通で新富の工事通りとつながる。 車屋町通り丸田町上るに位置した大井町が移転して開かれた。通り名にちなむ新車屋町一丁により構成される、新東道員通り、編集新車屋町通りの一筋東に位置する南北の通り、北は二条通りから二王門通まで、二王門通で新柳の番場通りとつながる、東道員通り丸田町上るに位置した三本議長が移転して開かれた。 通り名にちなむ新東道員町一町により構成される。明治2年に状況第33番組小学校として開校した新道小学校が西側に位置する新愛の町通り編集新東道員通りの一筋東に位置する南北の通り北は二条通りから二王門通までの短い通り二王門通で新境町通りにつながる 愛の町通り丸田町登るに位置した頭町が移転して開かれた。頭町の名は愛の町通りの東端部に位置したことにちなみ、現在も旧町名を引き継ぐ頭町を一町により構成される町屋が並ぶ西寺町通編集東大寺通りの一筋西に位置する南北の通り、北は二条通りから二王門通まで、 途中交差する通りのない延長を300メートル足らずの通りである。方影の大化の後、寺町2の工人口から二条通りの間に位置した寺院が移転して開かれた。現在も町名となっている、正十字ほか、両側はすべて寺院によって閉められ、民家はない。南には筋界に、新高倉2が、孫橋通りまで伸びる。大になる。 当時町通りは、東山2の建設により九州消滅した、頂き明治京都文京中学校、高等学校京都市営地下鉄東西線、毛上げ駅バス路線は設定されていない。ありがとうございます。